私たち、ハンゴリの会からに2人派遣することになります。まあ、会場が2つ、カンヌンというところが、まあ、氷の競技、ピョンチャンは山側で、スキーなどの競技、雪の競技があります。着いたらですね、ようこそカンヌンへ、オリンピックコリアへみたいな、民族衣装を人たちが待ち構えていたりとかして、カンヌンの街、にはもうオリンピックのモニュメントがあり、駅前はですね、ここ何だったんだろう、もともとと、なんか心配になってしまうようなオリンピックのために作ったいろいろもうイベント会場とかがみっちりあるんですね。で、一番最初に行って、キャメルさんに紹介されて行ったのがカンヌン市民メディアセンターというところです。オリンピックを批判する人たちが基本的に集まってるんですけれども、メディアアクティビストとか市民団体が連携して、始まりました。基本的にはオリンピックの批判的な立場でなんですが、はっきりとオリンピック反対とははっきりは言わない、これが見定めているという形でやっていくと。で、市民の目でオリンピックを記録するということをモットーに、地域の人たちのお話を聞いたりとか、実際には全く、景気が良くなるとか言って全然良くなっていない状況などと、まあ、記録していくと、いうことです。でも SF の世界でスポットライトがたくさん当たって発信してものすごい光っている状況ですね。なぜならば周りが畑なりなんなり町じゃないので、ちっちゃな民家はあったんで、それをぶっ壊して排除してますので、ないです。開会式のゲートに入るまでにずっとこう歩かされるんです。その入り口のところで、オリンピック反対、ピョンチャンオリンピック反対、オリンピックどこにもいらないっていうことを、叫んでいました。カリワン山っていうところで、原生林が大破壊されたんですが、その何十万本の木が切られたと。3日間だけのためにですね、500年600年の原生林をバンバン切ってしまったんですね。右上の、山が削られている状況が見えますが、あのコースを全部削ってガリ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 と削ったと。上から見ると分かんないですけど、これ100メートルの幅を、3キロ上下に3キロ、を削って、もうとんでもない自然破壊、開かれてしまった山が後ろ雪、多分人工雪なんだと思いますが、会場です。で、手前に立っている建物がそのオリンピック関係者のために2つ作られた、ホテルで、カンウォンド諸村郡プクピョン村スガムリっていうあの村、大体50世帯の村がこのホテル、スキー場とその麓のホテル作るために立ち退かされたというふうに聞いています。で、スキー場の部分はカリワンさんの保護区域を78ヘクタールか切り開いて、最大40万本じゃないかと言われてるんですけど、樹木が伐採され作られたスキー場で、ここには Say No to the Destroying Forest Olympic ですね。木のお面で、いや写真、切られた切り株、500年の樹齢の木の切り株の写真とか、あといろんなパネルとかも持ってきて、写真も持ってきていて、何が起こったかっていうのを最大限アピールしてる感じで、すごかったです。ね、まあ、日本でもやっぱり2020年のオリンピックを控えてるだけあって、非常になんかその辺は何も報道せずに、オリンピック自体の問題などは各国で行われている破壊だったりとか人権侵害っていうのがもうどこの開催都市でも起こっているにもかかわらず、もうそういったことを報道せずに、本当に感動やキラキラしたことだけを報道しているというのは、本当に、もっともっと皆さんに本当の、オリンピックの姿を知ってほしいです。もういろんな運動が、メディアも、市民運動も、
環境運動をやっている人たちも一緒になって声を上げていっているので、私たちもいろんな、オリンピック災害を受けている人たちと連携を取りながら、しっかりとオリンピック批判をしていきたいと思っています。